はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B のベクトルの内積丸5をお送りします。で、これで内積がね5本目となりまして、で、今回はもう見てわかるように正六角形を使った問題をやっていきます。で、全部で5問となっておりますので、デクサの子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ正六角形、前ね、内積じゃない時には出てきたんですけど、今回内積使っていきます。で、前回とかも成分を使ったね、内積だったんですが、ここ成分使わないです。ちょっと一回成分から頭またね、切り替えてください。で、問題文にあるように、こいつは正六角形です。で、 AB が2、つまり全部2です。ここもで、その時にこの内積を求めていくんですけど、まあ正六角形は本当によく出てきます。で、なんでよく出てくるかっていうと、今回書いてないんですが、こここうやって対角線引いていくと、三角形がこうやっていっぱいできるんだけど、全部正三角形なんだよね。だから中も全部2なの。2222222ってなるし、全部正三角形だから1個60度だしっていう。で、まず内積なんで、そのなす角を使うから、結局ここね、1個の角度が欲しくなる。で、もちろん、あと中学校の時に習ったように、六角形のね、内角の和を求めて6で割るってのもいいんですけど、結局ね、これでもね、フリーハンドちょっとね、曲がりますけど許して、よいしょ。こうなった時に全部正六角形、あ、これ正三角形なんで、1個60度なんだよ。ってことは2個合わせればもちろん120度なので、まあ、それも頭に入れつつやっていきましょう。で、まず AB ベクトルと AF ベクトルの内積を求めたいと。で、その時に内積の公式、まあ一応書いとこうか、が、片方の大きさ、片方の大きさ、その2つのなす角のコサインと。これが内積の公式でしょ。だから、まず AB と AF の長さを求めたい。でも見てわかるように、AB ここ、AF ここだから両方2なんだよね。つまり、長さ 2×2× で、コサイン、この2つのなす角。で、なす角っていうのは必ずスタート地点を合わせてある。で、今、AB、AF、スタートが A でちゃんと合ってるので、つまり、なす角ってのは今ここのこと。さっきから言っているように120度。これがなす角。で、120度っていうのはマイナス2分の1です。ごめん。コサイン120度はマイナス2分の1なので、計算すると、1番の内積はマイナス2でしたと。で、全部こんな感じで解いていきます。だから大事なのは、まず長さがわかるかどうか、ちゃんとね。まあ大きさだね。で、スタート地点を合わせて、なす角を出すっていう。そこだけ気をつけて、やっていきましょう。で、次が AB と BC なので、AB、BC だね。まあ、長さは両方とも2ってわかるから、あ、長さ、大きさか。こう。で、あと、コサインなんだけど、その、スタート地点っていう発想を抜いてしまうとね、どうしても、あ、AB、BC、あ、こう、120度じゃんって、行きたくなるんだけど、そうじゃなくて、ずっと言ってるようにスタート地点を合わせてほしい。だから AB ってこうなって A がスタート地点だったら、 BC をこっちに持ってくればここと一緒でしょ。つまりなす角はここなんだよね。スタート地点合わせると AB と BC をこっちに持ってくればいい。つまり60度。だからここはコサイン60度、つまり2分の1なので、計算すると2になるよって。で、これをスタート地点合わさないままやってしまうと、ここ ABBC、 あ、120度じゃん、コサイン120度ってやるとマイナス2ってなって間違ってしまうっていうね。そう、だからスタート地点を合わせましょう。で、次が AD と BF だね。ADBF、 これ真横か。で、これ長さ求めるってのもありなんですけど、これ実は見てわかるように BF ここだからまっすぐと真横なんで90度なんでね、なす角が。これ合わせなくていい、スタート地点。もう、まあ、合わせてもいいんだけど、合わせてもどうせ90度だから。
で、なんでここサボるかっていうと、なす角が90度って内積ゼロだから。だから計算しなくていい。それ図だけで勝負して大丈夫。で、なす角が90度。なので、ゼロで OK と。内積はね。ごめんね。で、次が AC と AE だね。で、これちょっと厄介で、AC と AE。まあ、こっちだ。ちょっとこれサボりますけど。サボりません。ごめん。ダメ、書かなきゃね。まあ、これも俺の図がおかしいんで申し訳ないんだけど、これね、これ今 AC と AE 出したいんだけど、ここの中のここ、ここも引くとさ、これなんか正三角形ができるの。これ逆もそう。こっちも。で、正三角形になってる。なので、まあ、ここに60度なんだよ、結局。で、60度。で、AC、AE がスタート地点。A で合ってるんで、ナス角は60度なんだけど、地味にね、AC の長さが出せないっていう子を結構見てきた、今まで。そう。で、これ出し方シンプルに思っといてほしいのが、そのさ、赤の三角形。これ全部ね、正三角形って話をしたでしょ。だから、これ、正三角形をね、ここの長さ、一回、この三角形か。これ出そうと思ったら、ここ90度になってる。で、ここ60で、ここ30だから、半分にしてるからね。これ、何だっけ、三角定規になってる。つまり、1対2対ルート3が使えるのね。で、絶対じゃないけど、これを自分が今回出したみたいに、ここが2って設定されることが結構多い。つまり、1対2対ルート3だから、ここの長さはルート3なの、そのまま。もし、AB が4とかだったら、1対2対ルート3なんで、ここ、ルート3じゃなくて、2ルート3とかに変わるけどね。でも、比が使えるの。だから、ここがルート3だったら、その2倍に伸ばした AC は、もちろん2ルート3になります。だから、もちろん、あっちの AE もね、2ルート3なんで、大きさは、2ルート3かける、2ルート3になる。で、ナス角はさっきも言ったように、これなんか正三角形になるので、ここ60度。なぜイコールって書いた？コサイン60度とこうなります。で、コサイン60度は2分の1なので、こう計算すると22が4。で、ルート3かけるルート3は3になるから、4、3、12。それを2で割る感じなので、ここは6と。まあ、こんな感じで AC、AE のところが出せれば問題はないかなと思います。で、最後、CE と BE だね。で、これも引いとこうか。で、赤で、ちょっといっぱい線あってね、申し訳ないんですけど、CE この真横の線です。で、さっきと同じで、これも2ルート3です、長さは。ここね、全部同じなんで。で、BE なんですけど、BE これね。で、これの長さは、正三角形なんで、1個2だから、2で4になるからね。ここ4。こっち2ルート3です。で、あとスタート地点合わせたいんで、今、CE。こっちのスタート地点ここになってるからさ、BE をここに持ってくれば、こういう流れだよね。つまり、ナス角はここなの。で、ここはさっきも言ったように、これと同じで、出てこない。三角定規と同じになってるから、ここ30度ね。いいかな。で、あとは長さ入れていけばいいので、CE は2ルート3。で、BE は4。で、ナス角はコサイン30度と。で、これは2分のルート3なので、いや、こっちを書こうか。ちょっと待ってね。2ルート3かける4かける2分のルート3。ここ約分しちゃって、ルート3かけるルート3は3。なので4とかけて、4、3、12と。こんな感じで、ぜひ求めてみてください。まあ最初にもね、言ったように正六角形が割りかしよく見ます。で、よく見る理由は、まあ角度がわかりやすい。これ60、30とかよく出てくるからね。で、それでこう、ここに正三角形があるよって、ここぶち切ったらここに直角じゃねえ、三角定規が出てくるよと。まあ、比でつくと長さが分かるよって。そんな感じで使ってね、ぜひ解いてみてください。じゃあ、今回は高校数学数 B のベクトルの内積について、間違った、ベクトルの内積丸5についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。
で、次回丸6が、ごめんね、問題を2問解いていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。